どうしたの？朝まで一緒にいたい。パリへ行って食事しましょう。それはできない。一晩だけ楽しいと思わない？私もそうしたいが。何？奥さんのこと今さら心配になったの？あなたのせいで病気になったのよ。でも私は違う。あなたにとって私は何？もうたくさんこんな関係疲れたわ。女二人にふさわしい男。奥さんの助けがないと作曲さえできないじゃないの。私だって力はあるし、もっと成功してる。君は芸術家じゃない、洋服屋なんだ。出てって。